新乃木坂スター誕生ライブ豪華ゲストさんの出演も決まりました。やったー。ゴスペラーズさんがいらっしゃるのですが、私は前に、本当に一番最初の方に優しさに包まれたならを歌わせていただいたんですけど、その時本当に歌ってこんなに楽しいんだって思ったくらい本当に楽しくって、またあの体験ができると思うとすごくワクワクしております。私はこうゴスペラーズさんとのいろはの歌唱をこう、うん、オンエアでテレビで見てたんですけど、うん、こう大きなライブ会場でアカペラで歌うっていうのが、うん、こう初めてのことなので、なんかこうみんなで頑張っていいものにしたいなと思ってます、うん、はい、私たちみんなで頑張るので、皆さんと会場で会えるのを楽しみにしてます。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。